さっきの亀です。今日は2022年9月の23日、秋分の日ですね。休みなんですよ、金曜日。でもですね、お天気の方はあまり良くなくて、ちょっと前まで雨降ってました。今は止んでますけど、また雨が降りそうな気配です。なので、今日も、やることといったら メニューですね。フードデリバリーの方、11時になったら始めたいと思います。11時から1時まで、あと5時から、8時まで、ブーストが、700円のブーストがついてます。自宅スタートなんで、なったら出かける感じですね、今日も。では、今日も頑張ります。11時になりましたので、オンにしておきます。なるかな？なってくれ。すぐになってくれ。はい。メニューオンから49分。なったと思って、取ったら、ブースト街のカツ屋さん。よくやるケースです。はい。いきます。まあ、全く鳴っていなかったので、家を出るいいきっかけになったと思います。意外となんか天気持ちそうなんだな。今日はモトクロスはちょっとコースの方がぐちゃぐちゃだろうから、なんか気分的に行く気にならないけど、16号一周はできたような気がするな。はい、着きました。かつや相模原店さん到着です。混んでますね、お店。かつやさん出来上がっていました。帰宅完了です。配達先はですね、相模原ですね。駅の方かな。12分、3.3キロとなってます。16号一周はあれだな、昼間はちょっと避けた方がいいよね。早朝だよね。やるとしたらもう朝早く行った方がいいと思いますね。はい、配達終わりました。今の配達の報酬が1160円です。相模原駅の辺りにいるので、あ、なりますかね。あー、南大沢の王将を通ってしまいましたね。 これはですね、ブースト外ですね。まあ行きます。 昨日の最後も、餃子の王将が鳴ったんですよ。それで橋本にいて、南大沢の餃子の王将に行って、そうですね、何キロだったの、8.5キロぐらいを今度相模原まで運びました。でもね、相模原のね、横山というとこで、うちからすぐ近くのとこだったので、逆にラッキーだったかもしれない。どうせ帰ってくるからね、遠くに飛ばされるより全然良かったです。今のロードバイクの名前がわからない。この3台同じ車種だと思うけど、何なんだろう。ああいう艶消しみたいに流行ってるんですかね。相模原からあそこの、この南大沢の推しは遠いっすよ。 呼ばれるのはちょっと大変。 待たされがちですが、できてましたね。ちょっと時間3分ぐらい早かったですが。それでですね、配達先が八王子なんですよ。 八王子市子安町と書いてあります。多分遠いです。今ちょっと検索します。8.8キロ21分です。これはロングにロングだな。 結局あれだな、昼の時間帯の700円ブースト
これも取れませんでしたね。まあいいか。八王子バイパスに乗った方が近そうな気がする。 4km 道なりです。乗った方がいいだろう、 Google さん。乗るよ。あれ、カタクラ出てるわね。一瞬だったな、乗ってんの。でもちょっと近かったんだねの。お客様からメッセージで、無理しないで構いません、よろしくお願いします、返信無料ですってメッセージが届きました。ありがとうございます。やっぱ Google さんの言う通り、手動で行った方が早かったな。やっぱ混んでるよ。片倉の辺で後輩の子がこの辺に昔住んでいました。今は浅草で飴屋さんをやってます。行ってください。小安町あと2分ですね。この辺ですね。はい、今の配達報酬は1488円でした。八王子のあたりをぐるぐるちょっと動いていましたが、一向にメニューになる、気配がないので、このうちちょっと雨がねパラついてきているので、一旦橋本に戻ろうと思います。やべえ、八王子バイパス乗ったら雨だ。カッパ来て、仕方はない。これはもう八王子行ったのはちょっと間違いだったかな。ならないんだもん。やり道で降ります。はい、今カッパを出している最中にメニューが鳴りましたね。ココイチですね。これどこだ、八王子松木店、あれかな、餃子の王将がある辺のやつかな。ヤマダ電機も入ってるんですね。ビバホームとヤマダ電機、アドバレンなんか懐かしい。あ、ここにあるんだデグナーって。なんかバイクのちょっとおしゃれなバイクの用品屋さんですよね。気づけばすっかり雨は止んでいるというというかこっちは降ってないんだね。今日は特になんかピックまでの距離が遠いな。はい、ココイチです。目的地は左側です。お疲れ。あ、こんにちは、メニューです。LTバリバリチキンカレーですね。パリパリかな。あ、ごめんなさい。じゃあお願いします。はい、すいません、お預かします。バリバリとパリパリ、パリパリだったね。バリバリじゃちょっとな、昔のヤンキーだわな。よし、配達先は 6分、 1.5 キロだから近いですね。行きましょう。住所は越野っていう住所です。はい、今の配達報酬は653円でした。なんだなんだ、事故かこれ。あ、大丈夫なんですかね、乗ってる人いなそうですね。乗ってる人はいないと思う。あ、ぶつかったのか。あらあらあら。
600m 先、宮上駐在所。昼食まだ食べていないので今2時53分か。なんかアリオで食べましょうかね。はい、やっと昼ご飯ですね。さぬきうどんで。橋本のアリオの中で食事をしていました。その間ずっとメニューオンにしてましたが、なってません、メニューの方。これ注文がないんですよね。っていうことは、自宅でオンにして待機してると何ら変わらないことが分かりました。自宅だとメイン の、 橋本からちょっと離れているので何が弱いのかと思ってましたが、そういうことでもなく、なってないようですね。はい、自宅です、5時1分になりました。5時になりましたんで、ブーストがね、出てますんで、オンにします。なりました。どこだと思いますか？このルートは、そうです。昼の部でも、一番最初になった、相模原勝屋、相模原店。なぜか、僕のところに来ます。ブーストエリア外ですが、僕は行きます。もうすぐ、勝屋相模原店ですね。今日2度目です。あ、見えてきましたね。相模原店じゃないよ、こんなの。遠い。よし。でもありがたい。なんで、なんだろうな。なんで、なるんだ。なんで、前川さん。はい、ロースカツと、豚焼肉の合い盛りかな。豚汁、サラダ、メンチカツ1枚。はい。はい。はい、ありがとうございます。配達先はですね、神谷部ですね。13分、4.6 キロとなっています。横浜線を越えなければいけないパターンですね。ナビではここを曲がっ、向こうから行った方がいいね。16号から行った方がいいな。あ、でも向こう混んでるな。なるほど、そういうことか。ここを曲がれということです。やっぱ連休シルバーウィークとか言ってずっと雨だもんな。何にもできないよ。遊べない。でも日曜日なんか天気ちょっともしかしたら回復するかもしれないので、回復したらなんだろうな。モトクロスはでも雨でぐちゃぐちゃのコースを走りたくないから全然練習しないからね。晴れそうだったら16号一周やりますかね。日曜日早起きして。また上限ですね、これは。この辺も神谷弁になるんですね。目的地は左側です。お疲れ。はい、今の配達は1362円でした。お、すぐに来ましたけど、松木店って、またこれブースト街のとこですね。あ、さっきの、これも昼行ったとこですね。なぜ、なぜというか、みんな取らないんだな、これはな。700円ブーストくれよ。続いて右方向です。今日一本も取ってないぞ。はい、ここ一番屋さん到着しました。
ちょっと遅れたかな。ピックアップ行きましょう。こんばんは、メニューです。オーダブルカツカレーですね、はい、300g。 はい、お待ちください。あ、はい、電話で、はい、配達先は5分ですね。 2.1 キロってことなんで近いですね。なんか電話をしてくださいということなんですけど、ちょっと厄介ですね。ですね、今の配達ですが、初のメニュー、初の自分の中で覇気が出てしまう、覇気というかお渡しできなかったケースが出ました。今ですね、メッセージにこのような マンションの前で受け取りますので、現地に着いたチャイムを鳴らさずに電話でお知らせくださいとあったので、何度も電話をしましたが、電話はつながるのですが、ブチッと音声がなくブチッと切られてしまうんですよ。それでマンションが40何号室だったんですが、チャイムを鳴らすなってことなんで、今、マンションの玄関に来ていますということをお伝えして、オートロックの前にいますということで、メッセージも、何通も送りました。で、電話ももう2分おきぐらいにしました。で、サポートセンターに電話しましたら、10分タイマーを起動して10分経ったら、その場を立ち去っていいということで、だったので、そのように しました。結局ですね、チャイムを押すなっていうのに押したら、またそれはそれで文句言われそうなんで、最後の最後まで押そうかなとは思いましたが、押さずに、退去しました。多分これで正しい対応だったと思ってます。はい、ちなみに先ほどのお渡しできなかった、ココイチのカレーですが、配達報酬700円で、プラスカレーですねとなっております。どうもなりそうもないので終わりかな7時27分になります。そろそろ家に向かって走りましょう。はい、雨も止んできましたね。今日ですが、5件で5363円、詳細は、こんな感じです。